国語基礎漢字重要語句法政大学第1項2005年度経営学部入試開題。この動画は各大学の過去問の漢字を10問程度で1つの動画にまとめ、毎日コツコツ頑張っていこうというものになっています。今回は法政大学の過去問の漢字をやって解いていきます。この問題は PDF の形式で、Twitter や動画の概要欄の方からダウンロードできるので、ぜひ問題を一度解いてからこの動画で答え合わせをしてみてください。それでは早速、丸の1番から、答え合わせをしていきます。フランクリンの論述を読み返す。論述ですね。論述。論述、この感じになります。論述。次、詩人のゲーテの遍歴をたどる。遍歴ですね。遍歴。遍歴、この感じになります。次、3番、古い信仰が亡霊のように付きまとう。亡霊ですね。亡霊。亡霊、この感じです。亡霊。次、4番、それは一種の病的な自己陶酔だ。自分に酔いしれるということですね。自己陶酔。陶酔、この感じです。次、5番、過去の事実を粉飾して話す。粉飾です。粉飾。粉飾、このように書きます。意味としては、事実をこう隠したりしてこう上辺を取り繕うことですね。事実をこう事実を話すのではなくて、そのまま話すんじゃなくて、上辺を取り繕ってよく見せようとする。上辺をよく見せようとすることを粉飾というふうに言います。6番、公の活動を、自粛する。自粛ですね。自粛。自粛、この感じです。自粛。次、7番、倒産の瀬戸際に立たされている企業。瀬戸際です。瀬戸際。瀬戸際、こんな感じです。瀬戸際。次、彼への制裁は委員会からの追放だった。制裁です。制裁。制裁、こんな感じです。次、9番、情報通信産業が流星を極めている。流星ですね。流星、こんな感じです。次、10番、重大な問題を、回避しなくてはならない。回避ですね。回避、この感じです。はい、今日、最初の第1項法政大学やってきましたが、皆さん10問中何点だったでしょうか。毎日コツコツ、この過去問を解いてて、法政大学の漢字を、きちんと解けるようにしていきましょう。それでは、国語基礎漢字重要語句法政大学第1項2005年度経営学部入試開題の動画を、終わりにします。いかがでしたでしょうか。この動画が皆さんの助けになればとてもとても嬉しいです。大学受験チャンネルでは受験に挑戦するすべての人を全力で応援しています。このチャンネルでは現役の予備高校士監修のもと、過去問の解説や傾向と対策、受験期の過ごし方も解説しています。よろしければぜひチャンネル登録をお願い申し上げます。
それではご視聴、ありがとうございました。